夕方6時頃になりますね。ブルーベリー畑の苔の方に来ておりますけども、この1週間雨が多くてね、あまり私は仕事をしませんでしたが、これはラビッタですね。ハイブッシュの方が鳴ってますので見てみましょうね。こんな感じで網をかけてあるんですね。それでも網の下からね、鳥が入ってきます。ヒヨドリですね。渡り鳥ですので、どうなんですかね、今日ぐらい暑いともうどっか行っちゃうんですかね。網のかけ方が甘いので結構やられてますね。この枝はもう折れていますから、おそらく鳥がね、折ったと。まあ私が今食べてしまいましたが、ちょっとこの枝はねもうダメですから。波がね、ちょっと中途半端ですよね。まだけどこれからいっぱいになりますね、これね。まあ、ちっちゃい木なんですけどね。これはね、ラビットアイなんですが、すでにもう食べれそうなものが出てきましたね。色んできました。このように大量になりますのでね。ラビットアイというのはなんかこう、いかにもブルーベリーって感じがしますよね。ちょっと逆光で見えづらいかも。網の中に入るとこんな感じですね。それほど色んでませんね。やっぱり昨日雨だったんでね。さすがにまあけど7月が近いので、こうしてラビットアイの方がだんだん食べれる状態になってきますね。身が小さいのでね、取るのは大変ですけど。ちっちゃいですね。まあこれからですけどね、まあこの辺なんかそろそろいいですね。この枝が曲がってしまいましたね。この辺をこう紐で釣らないといけないんだけど、重いですよね、これね。かなりの重さになってますよ、これ。うん。これ身が重いもんでね、下がってきてしまうんですね。ですから、なるべくあって下の方の枝、ね、下がった枝っていうのは、まあ、もっと早い段階、春の段階でカットしないといけなかったということですね。真っ暗なんだ。
ということで、ちょっと今日はもう一個の畑の方もね、仕事があるので移動しますね。ブルーベリーの苗木の方の畑ですけどね。まあいろんな野菜もやってるんですが、ここのとこはね、これはね、メロンなんですけど、まあウリみたいなやつだと思いますわ。見切り品の苗木がね、あったもんですから、10本ほど買ってきました。元気のいいのもありますし、ないのもあるんですが、あ、そうですね、今日2月受石灰かけようと思ったんですね。ウリハムシがいるんですよ。で、虫はね、石灰が結構効くかなっていう気がしてるんですけどね。まあ結構葉っぱ食われてますね、これね。先日、挿し木したサツマイモはほぼ全部ついてます。こちらはね、やはり見切り品のトマトなんですよね。ですから、このポット植えの苗木が、ここはナス。半額セールとかね、そういう感じになってると、まあ買うことにしてます。これキュウリですけど、これもね、73円か。もうなんていうか見切り品でね、なんていうんかな、この花屋さんでもね、もう面倒を見てもらってないっていう感じの苗、捨てられちゃうかなっていう感じのやつを見ると、私はね、買ってしまうんですよ。で、今日はここで、あれでしたね、さつまいもを掘りましたんですが、あ、ごめんなさい、さつまいもね、じゃがいもね。あれでしたよ。その、不耕起農法ね、起こさずに、植えただけだったけど、じゃがいも全然、よく取れましたんで、今日はここにね、また、きゅうりの見切り品を植えたいと。いつもね、苗木を調達してきます、花屋のロワールさんのね、端っこの方で、見切り品、73円かな、こちら88円、これが88円が73円、まあ、何円でもいいんですけど、要はなんかね、捨てられてしまうのかと思うともったいなく感じるというか、なんかせっかく生命があるものなのでね、なんとかしてやりたいという気がしたんですよね。ということで、まあ、早速これを植えるということですね。この場所は、今朝のジャガイモを掘ったその場所なんですよ。で、じゃがいもの後にキュウリって大丈夫なのかなってね、それもよくわからないんだけど、まあ、とにかく見切り品買っちゃったんで、明日も雨だしね、すぐ植えようってことで、で、この不耕起農法と言いまして、要は耕さずに穴ぼこ開けて、このタコ壺状のところへ入れるというね、これだけでね、結構うまくいくんですよ。そういうことを10本ほどやってみようと思います。はい、10本植え終わりました。穴を掘っていただけですね。まあ本来ですとね、処分されたり捨てられたりするようなものをね、こうして復活させられるかどうか、まあなんかこういうところになんかやりがいを感じますよね。うん、これでまあ取れたら、まあ、なかなかいいんですけど、まあ僕も嬉しいんですけど、まあ、植物がね、なんか本当に花屋の片隅でね、それこそ水もやってもらえずに、その、まあ他ってあるんですか？それがなんかね、うん、それならうちの畑に来なよっていう感じで来てもらったんですけどね。ちょっと葉っぱ元気ないんでこれ石灰をかけて、でもうだいぶ伸びてますのでね、支柱も立てて上へね、登らせようということですね。こちらの畑ね、特にまあお見せできるようなものはありませんが、まあこういう苗木をやってるんですね。だいぶ大きくなってきましたね、苗木もね。こういったものも剪定しないといけないし、本当は実をつけるつもりなかったんですけどね、花芽をどうも摘んでなかったみたいで、まあかなり実がなってますよね。まあこの畑ね、特に珍しいものが植わっているわけではないんですけど、アロエをね、畑に行けたらね、結構元気なんですよ。ちょっとこっちとさっきのと違う種類ね。先日間違って草刈り機で刈っちゃったんですけど、ここからこう、塔が立って花が咲いていたっていうね、そういうことがありました。まあしかし毎日暑いしね、草もいっぱい伸びますので大変ですわ。
以上でございます。